岡田監督、疲労困憊。しんどいわ。百戦錬磨の故障でも、心身に疲労感の残る白星までの道のりだった。打線を大改造した1日のロッテ戦と同じ起用法は4番近本、9番梅野だけ。1番に森下、3番に渡辺など2日連続で積極的に動き、打順を入れ替え、野手もチェンジ、あの手この手で流れの活性化を目指した。不吉なデータもこの日の1勝で吹き飛ばした。交流戦で初戦から5連敗以上を喫したチームはシーズンで全て4位以下。阪神は和田政権下の2012年に5連敗を経験し、最終的には5位だった。昨季、リーグ優勝&日本一を導き、今季は2年契約最終年となる。パリーグとの戦いで歯車が狂いっぱなしというわけにいかなかった。岡田がサードへコンバートの判断に失敗しただけの話。それを認めたくないだけやろ。あれ、DH は何もすることなくて楽すぎるって言ってませんでしたっけ？そら、パイナメだけじゃ回復追いつかないですね。どうぞゆっくり休養してください。日曜日しか勝てんかもしれん。大山選手2軍に下ろしてもいいんじゃないかな？どんな結果であれ今年で終わりなのかな？フロント、何とかしてよ。2割8分も打てるキャッチャーが羨ましい。阪神は2人足しても、それよりちょっと多いぐらい。そりゃそうでしょうね。起用に応えれない選手も良くないですが、そんな選手たちばかり起用する監督も監督ですよ。お疲れですか？休んでもらって良いですよ。その方がチームの士気上がるでしょ。愛嬌だけのミエセスはファームに落としてください。打撃も守備もひどすぎる。今年は打撃の迫力がもう一つ。しかも以外は成績落ちとしとるんちゃう？そらこんだけ打たへんの、並べたらしんどいよ。はっきり言うて、わざわざ元でも打ってないのを選んでな。結局な、